日本兵庫県、三木市、吉川町吉安吉川町吉安は、兵庫県三木市の大技。郵便番号は673-1114。吉川町中心部写真の左側が東地区である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成兵庫県三木市吉川町の中部に位置する。吉川地区の行政。 文化の中心地であり、三木市役所吉川支所が置かれている。行政上並びに、自治活動上においては、旧、吉谷村の地域を、吉安上、旧、安場村の地域を、吉安下とに分かれており、同一の大技ではあるが、それぞれ別個のコミュニティが成り立っている。住所表記については、地域内の商店、公共施設の住所表記を見てわかるように、 吉安の後ろに、上、または、下はつけないのが、一般的である。2013年4月末時点で115世帯、人口は303人。市道上荒川吉安線と、吉安上地区の風景地区の南側の、吉川市所周辺は、盆地のほぼ平坦な地形であり、主要道である、兵庫県道17号西脇三田線が通っている、ことから、公共施設や、 商店などが立地している。南北に通る吉安川に沿って、兵庫県道512号新殿大沢線、指導上荒川吉安線を北上するにつれ緩やかに、標高が上がって行き、山合いの棚田が広がる風景へと変わる。東側は、吉川町稲田、吉川町近海、西側は、吉川町福井、吉川町古川、南側は、吉川町大沢、 北側は、吉川町上や荒川に接する。1872年に吉谷村と安場村が合併し、両村の一時をとって合成した地名である。旧吉川町役場庁舎三木市役所吉川支所、吉川温泉よか誕生期のほか学習塾やコインランドリー、数軒の飲食店が営業している。ありがとうございます。